いつも元気な服部管楽器、あなたの楽器買い取ります。チャンネル登録もよろしくね。楽器を売っても買っても嬉しい服部管楽器。西巣鴨。こんにちは、中原瑞希です。今日はゼーレの青函ロータリーをご紹介します。ドイツの歴史ある町ライプツィヒにある工房で、旧東ドイツ時代に製造された名器です。先代のマイスター引退後は日本人の職人が工房を受け継いでいます。当時の主流であるクランツをマウントしたベルは、重厚かつ力強い響きをもたらせてくれます。それではどんな音がするのか聞いてみましょう。では買取を強化しております。お家に眠っている楽器やマウスピース、リガチャーなど小物類がありましたら、ぜひ服部管楽器西巣鴨へお持ちください。公式 LINE でも無料査定を受け付けております。それでは次の動画でお会いしましょう。武田ゆりでした。